どうも。今回はわさび田の方に来てます。ちょっと今回、ある実験をするために、ここに来てます。でこれ、前回お伝えした、マキタの、40V のバッテリーを2つ挿して、80V として使う、これハンマドリルです。でですね、今回、これを使って、これ前回もやったんだけど、これ単管を打ち込むアダプター、これをここにこう挿してあげると、これで単管をこう打ってあげられるんですよね。んで、まあここ前もお伝えしたんですけど、ここを今度新しくまたわさび田にしようと思って今開拓しているところです。でここに単管を打っていく作業があると。でですね、まあこういう単管、これに先端にこのミサイルってやつをつけて、こう打ち込んでいくわけなんだけど、さっきのアダプターと、まあ、あのハンマー 80V のハンマーを使ってこれどこまでこの長さどれだけ深くまで打ち込めるかってのをちょっと今回実験してみたいと思います。っていうのも、まあ、それを知れれば何メートルの単管を買うのか決められるんで、でもってこの単管自体の長さなんですけど、こんな感じでちょうど3メートルあります。で3メートルに10センチ分のミサイルがついてるんで、まあ、この長さは3メートル10っていうところです。で、これを立てて、まあ、これで撃っていくと。ちょっと早速実験やってみたいと思います。はい、まあ、こう立てると。であそこを撃つ必要があるんですよね。で、まあ、これをどうやって撃つかというと、こう打てないじゃないですか。こう打てないんで、まずこれですね。ちょっとこれに先端を変えてあげます。でこれ前もやったんだけど、先端を変えるのは簡単で、ここを引っ張って抜くとこれもう取れます。でこれをこのちっちゃいやつですね、こっちをこう取り付けてあげると。でここにさらにですね、今回あるものをこれ入手したんですよ。これですね、このちょっとライフルみたいな形のやつ、これちょっと中開けてみます。いでよ、きたー。これ特注で頼んだものになります。これが何かというと、これをこう単管の上にかぶせて、でさっきのやつでガンガン叩いていくっていう、まあそういう代物です。で、まあ、ここがあの 80V ハンマーの場合、あれ SDS MAX っていう規格のシャンクだったんだけど、これなんか SDS MAX のシャンクはなかったんで、六角用のシャンクのやつをつけてもらってます。でそれをさっきの細いやつでここガンガン叩いていくっていう、そういうイメージですね。はい、でちょっと早速やってみたいと思います。今曲がっちゃったんだけど、とりあえずここまで入ったんで、残りはさっき最初についてたやつ、あれで打ち込みたいと思います。
マジかこれ。ちょっと待ってください、これちょっとこの辺にしときます。こんなことあるんか、すごい威力だなこれ。はい、こんな感じですね。いやもう3メートルはいけます。正直ちょっとこんなに入ると思わなかったんで、すいません、3メートル以上の単管、今ちょっと持ち合わせでないんで、今回の結果はあの3メートルはもうこれ、あ、これもうまだ全然いけるんで、3メートルはいけるって感じですね、はい、このミサイル分も埋まってるんで下に。はあ、すごいなこれ。てなわけで、今回この80ボルトの充電式ハンマーに、いろんなものをつけて、この3メートルの単管、まあ、正確には3メートル10センチの長さある単管をこう砂地に打ち込んでみたんですけど、すみません、今回は、結果3メートルまで打てるっていうことになりました。でですね、今回用意してあげたこの装備あればもう一人でもこう単管打てていけるっていうことが分かったん で、しかもあの打ち間違えたとしてもこれとこのクランプあれば、抜いてまたこう入れることができるんで、今回はちょっと個人的には、収穫になったかなと思います。でまあこの装備を駆使してここを開拓して新しいわさび田にしていきたいと思います。はい、ということで、マキタの80ボルトのハンマーで、3メートルの単管を砂地に打ち込むことができたっていう動画でした。また次の動画でお会いしましょう。それでは。